9月18日朝6時5分の相場解説になります。これがですね、デイリーなんですけども、 W を書くようにですね、こういう風にダブルボトムからの上昇、このね、陽線の出方っていうのはすごいですよね。引き続き、買いで入っていきたいところだと思います。まあ、こういう風にね、ズバーッと抜けてくれるといいんですけどね。まあ、どうなるかはまだ分かりません。次4時間を見てみます。4時間このようになってますね。どのようになってるんやということですけども、まあ、それは簡単で、こういうふうに右肩上がりで向かってるってことなんですよ。で、押し目を作って窓を開けました。ここへね、窓開けましたね。で、これを埋めるように上昇するだろうというところまでは行ってます。で、あとはここからどうなるかなんですけども、こういうふうに叩き落とされるのか、それともですね、当初の希望通り上がり続けてくれるのかってところに分かれます。で、次は1時間を見てみますけども、1時間のチャートが出てこん、はい、こんな感じですね。4時間はクローズアップしたものになります。いかがでしょうか。私はですね、このように見ますけどもね、こういうふうに買いが入って、現在は横ばいかなと。横ばいなんでブレイクがあると思います。それがですね、上の方向に行くような気がするんですけどもね、まだ何とも言えないです。ただやっぱりここまでね、どんどんどんと買いに入ってきて、で、ここで調整が入ったわけですから、上昇に向かう可能性が高いんじゃないかなと思います。はい、皆さんいかがでしょうか。